株式会社電波新聞社は、電子部品、家電など、エレクトロニクス全般に視点を当てた、新聞、メディアを主体とする会社。東京都品川区東五反田に本社を置く。電気新聞を発行する、日本電気協会や、電波タイムズを発行する、電波タイムス社とは別会社で、資本や、来歴の上でも一切関係ない。家電量販店や地域家電店。 携帯電話ショップなど流通部門を扱うことも特徴。かつては米国、ビルボード市と提携していた。電気関連プロダクツと電子産業情報をメインとした主力媒体の日刊電波新聞は朝日新聞社の販売網と提携しており、容易に宅配購読することが可能である。 1977年10月から1995年4月まで当初マイコンと呼ばれていた家庭用コンピュータを扱う雑誌月刊マイコンを刊行1982年には趣味としてのマイコン、パソコン、プログラム初心者に重きを置いた雑誌マイコンベーシックマガジンを刊行この2種はコンピュータ愛好者たちに UK 無形の影響を与えた。また、月刊マイコン、ベーマガを書くとした出版部では、月刊誌の掲載プログラムを記録したメディアや持ち込まれたオリジナルソフトウェアを発売した。ビデオゲームアンソロジーシリーズなど、X68000 にアーケードゲームの名作を次々と移植していた。1983年には、コンピュータ出版以外の業務を、 マイコンソフトウェア開発室として分離、マイクロソフトウィンドウズ登場以前の1980年代に普及していた各社国産パソコン向けソフトウェアを開発するようになる。一時期は著名なゲームソフト会社のゲームを各機種に多く一色、販売していた。一例として、ナムコより、マッピー、ゼビウス、ドルアーガの塔など、データイーストより、バーガータイム、バーニンラバー、 セガより、スペースハリアーなど。マイコンソフトウェア開発室は1991年にマイコンソフトとして分社し、ソフトウェア事業を収束させて、以降もパソコンテレビゲーム機器の映像関連周辺機器を長く作り続けていたが、2018年10月に電波新聞社に吸収合併。以後は、 株式会社電波新聞社マイコンソフト事業部として事業を継続している。ありがとうございます。